今日は全部泉谷茂雄で行こうかと思ったんですけど、いいね、次の曲はね、実はね、あの広島カープが、優勝した年があるんですよ、あの5年ぐらい前。その時ボブ・ディランがね、ノーベル賞を受賞した人ちょうど重なりましてね、あのゲリラライブをしたことがある。呼ばれてもないのに鉄板焼き行って、あの勝手にゲリラライブした時があって、そこにすごい可愛い女の子が一人おられまして、女の子です。最初おちょくって構っとったんですけど、なんか異様な雰囲気になりまして、あの職業は何って聞いたら、あの教育関係の仕事をしてるって言うから、最初あの幼稚園かなんかの先生かと思ってて、幼稚園の先生ですか、いや違います、小学校ですか、いや違います、中学校ですか、いや違います、高校ですか、いや違います、大学、そうです、広島大学のあの教育学部の副学長、副なんかすごい可愛らしいのにすごくあの立派な方で、その人がリクエスト、あのボブ・ディランをやってくれと言ってまして、その時あのできんかった曲があって、今日それをやりたいと思います。前曲ちょっと楽勝前曲じゃないですか。
ちやっとこうか。大丈夫来た。大丈夫。大丈夫ですね。マリオスが来た。もうちょっと時間かかる。Thank you.
できないですね。